袋ラーメンを美味しくする話。袋ラーメンを美味しくする話。この前久々に袋ラーメンを食べまして、まあ、家に何もなかったんで、まあ、買い置きしてある袋ラーメンっていうかね、カップ麺じゃなくて袋に入ってる麺ね。はい。普通のやつですね。で、何の変哲もないやつなんで、まあ、具をどうしようかなと思って、ネギとかですね、それから、ハム、これを入れて、まあ、卵でも落としてね、作ろうかなと思って。で、鍋に水入れて、沸かして、で、麺を投入するんですが、その直前に、なんか、あれと思って。このままネギと、ハムね、入れてみようと思って。普段はね、そういう具とかあったら、一番最後なんですよ。私ね。全部、茹で上がって全部、この丼に持ってから、ネギ、それから上にトッピングとして、ハム。これをね、トッピングのようにするんですけども、なんかその時はですね、あれと思って、加熱してみようと思って。どうせ丼持っちゃうから一緒のことだから加熱しようと思って、ネギと、それから、ハムをですね、沸かしてあるお湯に投入して、もうね、沸く寸前ぐらいにもう投入して、沸く前に投入して、それで、麺を入れたんですね。で、鍋の中に硬い麺と、それから、ネギと、それから、ハム。これがもう、混然一体となってると。はい。これやってはいけないという法はないですよね。やってみたわけね。なぜかっていうと、ハムっていうのは豚肉なので、加熱するとね、こう旨味が出るんですよね。はい。それからネギも確かね、ニンニクと同じような、加熱すると、ね、旨味が出るような、そういった記憶があって、ちょっと定かではないんですけども、それからキノコ。キノコ類もね、加熱すると旨味が出やすいんで、出汁みたいになるんで、まあ、その時キノコなかったんだけども、あれば入れてましたよ。それでね、コトコト煮て、で、数分で出来上がりますよね。麺が柔らかくなったら大体 OK と。で、コンロの火消して、で、丼にね、バーズ全部入れて、あ、これ楽だと思って、で、卵落として、で、生卵をね、落として、で食べたわけね。食べたらね、なんかやけにうまいんですよね。普段はトッピングとして最後に卵、それからネギ、それからハムがあればハム。そういうのが落とされるんで、まあ全部別の味なんですよね。それがね、なんか、やっぱりね、ハムとかネギのこう、うまみがね、加熱された時にうまみが出てるような感じがして、そのスープはね、ちょっとコクがあるというか癖があるというかね、まあこれはね、ちょっと個人のね、好き嫌いにもよると思います。はい。これは個人の好き嫌いによると思います。だけど私はね、なんか奥深い味になってうまいな、みたいな感じましたね。袋麺にしてはね。うん。で、その袋麺はね、普通の袋麺で、特になんかあれってないんですよね。すごいうまいとかね、そういうのないんですよね。普通のやつだからね。だけど、なんかすごくうまく感じて、スープ全体にこう、うまみがこう回ってるようなね、そんな感じがして、美味しかったですね。やっぱりね、ハム、豚肉ですよね。豚肉系は加熱するとうまみが出るし、それからニンニクとかね、ネギも多分一緒の系統だと思うんだけど、加熱するとね、美味しいんですよね。はい。というわけで、袋麺をね、袋ラーメンか。袋ラーメンを美味しくする方法のね、話でした。